はい、どうもプー太郎です。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議での上位指名候補選手を中心にプレーを詳細に分析した辛口解説動画を上げていきますのでよろしくお願いします。現在は高校生の解説動画を出しているところになります。ということで今回はセンスあふれる打撃と安定感のある守備を兼ね備えた高校トップクラスのショートストップ、仙台育英高校の山田修也選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが、大きく4つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールを紹介して、その次に打撃内容と守備走塁の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、それではいきましょう。はい、それではまずはプロフィールを紹介していきたいと思います。山田修也選手は右投げ右打ち、177センチ、71キロの内野手になります。ということで、ゴリマッチョ軍団と化していた仙台育英の中ではひときわ目立つ細さです。フィジカルの強さではなくセンスの高さでやってきた選手ではありますが、プロではまずは身体強化する必要がありそうです。またこの選手は去年の夏は優勝、今年の夏も準優勝を達成した黄金時代ともいえる仙台育英で、下級生時代からショートのレギュラーを張っていた選手で、大学進学するチームメイトが多い中で早い段階でプロ志望を表明していた選手でした。ただ体格的に目立つ選手ではないこともあり、お恥ずかしながら私は2年夏まではこの選手をあまり真面目に見ていなかったんですが、2年秋の神宮大会で他の選手を確認している中で、この選手も素晴らしい選手だということがじわじわ分かってきました。それでは果たしてドラフトではどのような位置づけになるか、そしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか、私なりに考えていきたいと思います。では打撃分析ということで、まずはフォームとスイングから解説していきたいと思います。この選手はバットを軽く揺らしながら構えて、足を高く上げてコンパクトながら振り抜いてくるスイングをしてきます。ということで、足を高く上げるタイプですが、全国トップクラスの投手たちの速球に差し込まれることなく対応できているあたりはセンスの高さを感じます。ただ現状ではやはりパワー不足感は否めない気はします。外野を越えるあたりや少々芯から外れても打球の強さ速さで野手間を突破するような打球はあまり見たことがないです。ただライナーで外野まで飛ばすケースは結構あるので、今後の身体強化で外野を抜ける打球を打てるようになるイメージはあります。いずれにしてもプロで長打をバンバン打てる感じの選手ではなさそうですし、とにかくしっかり芯で捉える打撃をする必要があるタイプだと考えます。では次に直球に対する対応について解説していきたいと思います。まずアウトコースに対しては低めは1、2塁間、高めはライト前にいとも簡単にヒットにしてきます。インコースは詰まりがちですが、腕を畳んで回転してファウルにしたり、前でさばいて三塁線に強い打球を打てるケースもあるようです。ということで、際どい球は追い込まれるまではあまり振ってこないですが、甘い球は初球からでも積極的に打ち返してきます。とにかく芯で捉えてくる確率が高く、高めに抜けた球は強いゴロで三遊間、アウトコースはお手本のような右打ちでヒットを量産してきます。ただ強振しないのでコンタクトはできる代わりに長打はあまりない感じです。またインコースの対応はあと一歩という感じで、ここがうまく対応できるようになってくると文句なしでしょう。では次に変化球に対する対応ですが、まず曲がる系に対しては低めは軌道を見切ってしっかり見送ってきます。甘く入ってきた球はしっかり引きつけて強い打球を打ってきます。落ちる系に対してはストライクからボールになる球でも軌道を見切って見送ってきます。またバットを縦に使ってセンター前に打ち返すケースも見られました。ということで、随所に打撃センスが溢れ出ている高校生バッターとしては文句なしの対応力だと思いました。まずボールの軌道を見切る目が素晴らしく、追い込まれた状態からでもストライクからボールになる完璧に決まった変化球を見送ったりしてきます。さらにミート力もかなり高く、厳しい球はファウルでカットして粘ってきますし、甘く入った球はしっかり引きつけて強い打球で広角に打ち返してきます。またバットコントロールも非常に良く、ランナーを進めたい場面では狙って右に打つことができます。それでは打撃のまとめになります。この選手は強豪で下級生からレギュラーだったのも納得のセンスの塊のような打者だと思いました。まずミート力、対応力が素晴らしいですし、その根本的な能力の高さをベースに状況に応じて得点の確率を高めるための自己犠牲の打撃も確実にこなせます。
この選手が2番を打つことによりいろいろな作戦を行うことができ、最強クラスのチームの打線をうまく回すためのまさに潤滑油のような存在となっており、須江監督や馬淵監督から重宝されるのも納得です。ただドラフト的にはやはりスケール不足がネックになってきそうな気はします。プロでも戦力になる確率は高そうな反面、上田西の横山選手のように中軸を打てるスーパーショートになれる可能性を持っているかと言われると微妙なところだと思います。このタイプの選手は大学や社会人にもいい選手は結構いるという話もあると思います。ということでプロでは最初はプロの投手の直球のスピードと変化球のキレに苦戦するかもしれないですが、比較的早い段階で適応してくると考えます。プロでもつなぎの打撃を求められるでしょうから、バントや進塁打を含めて精度を高めていきたいところです。またゆくゆくはパワーもつけていきたいところです。しっかり振れる選手ですし、身体強化の余地もまだまだ理想で、芯で捉える能力は高いだけに、パワーさえついてくればプロでもホームランを2桁ぐらい打てる選手に成長しても不思議ではないと考えます。そうなってくれば守備次第ではありますが、レギュラー獲得も見えてきそうです。はい、これで打撃分析は以上になりますので、続いて守備走塁を見ていきたいと思います。はい、それでは次に守備走塁を見ていきたいと思います。まず守備位置は内野、主にショートを守っています。捕球守備範囲は平均的、肩も平均的、送球は平均以上だと思いました。強豪で下級生からショートを守っているだけあり、安定感がありミスは少ないです。ただ身体能力が高いタイプではなさそうなこともあり、守備範囲がすごく広いとか肩がすごく強いということはなさそうです。また送球も基本的に安定していますが、深い位置からは肩の力的にマックスで投げる必要があり、力んで逸れてしまうケースも見られました。走塁に関しては超俊足というほどではないですが、体が軽いですし平均以上の走力はありそうです。ただ今後筋肉をつけていくと遅くなってしまうタイプな気がします。ということでプロでもショートが無難にこなせそうですが、どちらかというと送球の短いセカンドの方が良さが生きる気はしました。いずれにしてもプロでも二遊間で勝負できる選手だと考えます。はい、これで分析は以上になりますので、最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この選手はセンスあふれる打撃と安定感のある守備を兼ね備えた高校トップクラスのショートストップになります。打撃センスは素晴らしく、どんな球でも芯で捉えて広角に打ち返せますし、バントや進塁打も精度が高く、二遊間も守れるということで、プロでも重宝される存在になりそうです。ただ走攻守ともにスケール感はそこまでないだけに、プロではスーパーサブの立ち位置にとどまる可能性はあり、プロでレギュラーになるには長打力と守備の精度をどれだけ高められるかが重要になってくると考えます。ということで将来的にレギュラーを狙える打撃センスがあり、最低でも小技ができて二遊間を守れる貴重なスーパーサブになってくれそうな選手を探している球団が指名してくるでしょう。となると具体的にはオリックス、日ハム、楽天、ロッテ、巨人、ヤクルトあたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前にプータロー式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の種類は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。はい、それでは最終評価になりますが、黒星2つ、白星1つになります。ドラフト3位から4位級と評価いたします。将来像は派手さはないものの、走攻守の総合力が高く、入団後すぐにレギュラーに定着すると、年々総合力が磨かれていき、長きにわたりレギュラーとして活躍し、最終的には通算1500安打、ゴールデングラブ賞を4度獲得した名二塁手、元読売ジャイアンツ、横浜ベイスターズの西俊久選手がタイプとして近いと思いました。ここまでご説明してきた通り、この選手は素晴らしい打撃センスと安定した守備力があり、まさに高校トップクラスの選手とは思ったものの、プロで長くレギュラーを務めるような選手と比べるとスケール的には物足りなさもあるので黒星は2つ、一方で身体的な伸びしろはまだまだありそうで、長打力含め今後全体的に総合力が上がってくれば、西選手のようなタイプの選手に成長していくイメージが持てたので、白星は1つ追加して合計黒星2つ、白星1つと評価いたしました。
ということで、このタイプの選手は大学や社会人にもいい選手がいることが多く、そちらを獲得した方が補強としては手っ取り早いですが、上位指名が必要になってくるわけで、数年後には上位指名でないと獲得できないレベルになっていそうな二遊間の選手を高校生のうちに確保したいと考えている球団が10位での指名を狙ってくることになると考えます。それでは最後になりますが、走攻守の総合力でアピールしながら長打力も徐々に磨いていき、プロでもスーパーサブとは言わず、最終的にはレギュラークラスの選手として活躍してほしいと願っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は、評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。プータロでした。